はい、ないです。高橋君、元気ですか？もう仕事離れて一緒に遊びに行くことがほぼなくなりましたけども、あなたの誕生日にこの今年1回だけ会っただけですね。もうすぐ僕の誕生日は11月来ます。その時はまた会いましょうね。よっちゃんも、また4人で会いましょう。つうことで1曲話しましょう。新しい曲も覚えてますか、皆さん？高橋君も覚えてますか？僕も行きます。次は恋は賭け事、恋はギャンブル。ギャンブル好きな案内。俺は天使じゃなく、俺だって聖者じゃないんだぜ。部屋ある迷わないで、今夜俺が欲しいのなら、Hey, Girl みたいにもう見らさないで、駆け引きなど虚しいだけ。何を待っているの？もうすぐ夜明けがドアの前。俺たち明日は会えないんだぜ。恋はまるでギャンブル。駆け引きはフィフティフィフティだぜ。だけどゲームじゃない。勝負はいつも all or nothing。 Hey girl、 なくした恋、痛手がまだ深いのなら、 なぜここにいるの？ダンスの相手が欲しいなら、ディスコで誰かを探せばいいさ。恋を恐れるなら、子犬でも飼えばいいのさ。愛は遠いゴールライン、走り出さなきゃ遠ざかるだけ。恋は危険なギャンブル、賭け率はフィフティフィフティだぜ。君は天使じゃない、俺だって聖者じゃないんだぜ。君に賭けてもいいかい？今夜、ちょっと遅れた。浜田省吾さんで、恋はギャンブル。高橋、また行こうぜ。お友達みんな誘ってね。まだお友達じゃない方もぜひチャンネル登録して誘ってね。 See you。 何でした？神戸の石の方から。 See you。
4とかになる。